柴田がまたアトピーしてた俺だけさ、生で見たことあるけど、引かれてアトピーじゃねえからな、正直。悪 <laughs> いやだよ、本当に。俺、それ言うことにより、なんかみんなの夢を、みんなの夢をなくしてしまうんじゃねえかって、俺は、俺みんなのために言ってなかったけど、俺生で近くで見たことあるけど、惹からてアトピーじゃねえんだぞ。なのにもかかわらず。それ言うことにより、俺みんなの夢を壊してしまうんじゃないかって。 みんなの夢、ファンの夢壊しちゃうんじゃねえかって。俺だからずーっとその闇、ちゃんと俺墓場まで持っていこうと思ってたけど。アトビーじゃねえんだよな。<laughs> 実はな、関節のところみたいな。<laughs> で、積極的に探さなきゃいけないんだよ。そのさ、関節のところがちょっと、かせてるみ、あの、なんでの、ちょっとなんかブツブツしてるなんて、そんなに結構。 ちゃんと裸になってさ、刑務所みたいにお前脱げっつって、お前アドビだろって。<laughs> ちゃんと、なんで、ね、拷問かけなきゃいけないのねえ。お前、お前本当アドビなんだろっつって、問い詰めなきゃいけないの。膝の裏見してみろよっつって。<laughs> 今度あったらゃちゃんと言ってみるわ。お前、膝の裏見してみろって。動画あげるわ。ヒカルの膝の裏見てみたって。

あいつら仲いいんじゃねえのそれねえ仲いいんじゃないの <laughs> マジで言ったのそれ最新の動画で言ってた仲いいから後トビーしるんだぞそれ仲の良し悪し関係ねえだろう だって俺本人見てるんだよ本人見てるんだよみんなの夢壊すようで悪いけど、あいつアトピーじゃねえんだぞおそらく一緒に風呂入る中だから膝の裏とか見たんだろうな <laughs> はぇー。<laughs> なんでこいつ柴田にこびてんのよ。こびてねえだろ別に。<laughs> アトピーいじりおもろいなっていう別におもろいやつはおもろいっつってなんか。お前それパワーワードすぎるだろ。 あれ歌ってんのアトピーだよ。<laughs> あれ歌ってんのアトピーだよって <laughs>。それちょっと <laughs>、そんなことをさ、言う機会ってなくないあれ歌ってるのアトピーだよって。よくよくお前文字に起こして考えてみろ。あれ歌ってるのアトピーだよって。書いてみろ、お前。文字に起こしてみろ。<laughs> 文字に起こして考察してみろ。 もうその一言で全て終わっちゃうな、ね、あれアトピーだよとかさ。もう何頑張って頑張ってさ。頑張って頑張って頑張って。一生懸命やって成功を収めたても。でもお前アトピーだろって言われてさ。もう全てが突き放される感じ。<laughs> 俺もアトピーだからわかない。でもあれだぞ。そんな風に思ってるの多分いないから安心しろ。ネタにしてやる自分で。<laughs> まあ。 全て一言で崖に叩き落とすみたいな。<laughs> そう。でも俺アトピー出して自分から言ってけ。<laughs> え、すごい勉強できるね、なんとかくーんって。俺勉強できるけど、でも俺アトピーだから無理だよ。す <laughs> げ人気者になるぞ、お前多分めっちゃ。お前めちゃめちゃ人気者になるチャンスだぞ。大学デビューしろ。大学でアトピーデビューしろ。絶対人気者になれるぞ。<laughs> えー、ねえねえねえ、なんでそんなに勉強できるのお勉強できるけど、でも俺アトピーだから無理だよ。<laughs> つって。 言っとけもうあっ <laughs> 明るいアトピー <laughs> やばいなんかゲシュタルト崩壊してきてる俺の中で <laughs> 毒されてる戻ってこいこっちに